シティーズスカイラインズ3回目をやっています。前回から、見てる、この状態とかなり変わってると思います。まずここの病人がたくさんいたところ、ここはもう立ち退いてもらいました。もうここは病人を作り出すだけのところになっちゃっていたので、あってもしょうがないかなということで、ここに立ってた家は立ち退いてもらいました。立ち退くというか、壊しただけですけども。で、あと、最初から結構気になってた、ここの、商業区画ですね。割とこのぐらいのちっちゃい区画だったんですけど、全然店も建たず、建っても、すぐに放棄されるという状態が続いてて、なんでそんなに人気がないんだろうっていうふうに思ってたんですけども、よく考えてみたら、居住区画とこの商業区画のアクセスが悪すぎて、全然発展しなかったということのようです。それで、バスの路線をたくさん引いてみました。今バスの路線が、全部で、27で、一番よく使われてるところは、この80人乗りのバス。これが、27台走っています。もっとすごいところがあったんですが、あまり、途中にバス停を作らずに、待機間で走らせるような、バスにしたんですけども、走らせてみたら、何千人もバス停にいますような、そういうところもあって、びっくりしたんですけども。とにかく今はバスがめちゃくちゃたくさん走ってます。あと地下鉄ですが、今地下鉄の方は路線が3つあります。で、地
地下鉄やバスほどは使われてないかもしれませんが、まあ、これも路線は大地間で、やってるので、まあ、この様子を見るとかなり使われてるんじゃないかというふうに見えますけども、これで見るとあまり そんなすごい人数には見えませんけど、まあここの駅はかなりこんな状況になって、まあそう、まあ、こういうアクセスを改善したところ、まあ、商業エリアがかなり、商業エリア。ここですね。ここはかなり、最初これだけの、これだけの区画で全然、まあ、発展しませんでしたが、今はこれだけの区画を追加して、まあ、まだ需要があるという感じになっています。で、まあ、そうした結果、まあ、ここの2つのエリアで、まあ、大体人口が、3万3000人ちょっとぐらいになって、そういう状態です。で、まあ、この高速道路をぶった切ってこの立体交差を取り付けたときに、まあ、ここら辺の道路自分で引いたんですけども、まあ、後で気づいたんですが、この道路の一部が、まあ、反対向きになってて、です。この立体交差をつけた後、まあ、全部、こっちから来た車は全部ここで曲がってしまって、ここを一切流れなくなっていました。で、まあ、それは修正したんで、今は車が走っています。まあ、これは一方通行の高速道路なんで、まあ、道路をこう引くときに、反対向きに引いてしまうと、まあ一切通れなくなってしまうっていうね。で、あとは、ここに、巨大な、高密度の住宅の区画を作りました。それから、ここも、ここは、ここをオフィス区画にしました。で、この辺りを商業区画にしています。
今全体的に見てもらうと分かると思いますが、とにかくバスがいっぱい走ってます。この青いのは全部バスです。で、これが地下鉄ですね。地下鉄は、まあ、この2つのエリアを縦断するように敷いてあって、ここまで来てます。で、まあ、こんな感じで、区画の間のアクセスを良くしてやると、まあ、見違えるほど発展するっていうことが、まあ、よくわかりました。それで、まあ、それが、まあ、前回以降ちょっと、動画にしてないところでやったこと。で、今はここに、新たな立体構造を入れて、ここから、まあ、区画を追加していこうかなと思ってますね。同じような感じに作るのかな。で、まあ、工業産業エリアに関して、産業区分に関しては、まあ、ここでつながる形の方がいいかなと思うので、この半分を、産業区画にするといい。はい、では。
Thank you.
なんでこんな風に吹くのかなっていうふうに思われる方もいるかもしれませんが、まあ、あまり考えてません。で、ここは産業区画にしようと思ってたので、水を引いてからですね。こっちは居住区画にしようかな。で、ここの間に、まあ、商業区画を少し作ればいいかなと。
ここら辺はしばらく出てきます。この電気ですが、まあ少し様子を見ます。まあ放置されちゃうかもしれません。で、消毒の重量だけ少し残っているので、ここに少し作りたいと思います。
水がちょっと足りなくなってきてると思うので、また追加しようと思いますが、ちょっと場所が厳しい。とりあえず、水はここから取るしかなさそうなので、エリアを少し広げてみました。
さっき作った新しい産業区画は、まあ、さほど放棄されることもなく埋まった感じですが、泥棒のマークが結構出てますね。まあ、ここに、空き地がいっぱいあるので、まあ、ちょっと警察を作りますか。またアクセスが悪いと、どんどん放棄されていく可能性があるので、並んでる紫色の車、全部ゴミ収集車です。ゴミ収集車で渋滞しています。まああとは少しアクセスを改善しようと思います。死体が目立ちます。
いい学校が足りないので追加しようと思います。高速道路はちょっと渋滞しているよ。どこが並んでいるか。
安心しじゃん。高速の救急車も走ってますね。
ここにそろそろつけた方がいいかもしれません。厳しそうですね。これならつきそうですね。また逆に引かないように気をつけないと。
ね、これでどうなるかちょっと様子を見たいと思う。少しは良くなったと思いますが、こちらが渋滞しますね。ゴミが溜まってるよ。
渋滞が解消しないようにで、次回までに少し考えたいなと思います。やはりこういった大きな企画を一気に作るっていうのが、明らかに渋滞のもとになるっていうのはよく分かると思います。やっぱこういう感じにある程度した方がいいのかもしれないですね。こうやっても渋滞はしてますけど、一番まずいのは、この幹線の高速道路が渋滞するのが一番良くないと思うので、特にここですね。ちょっと考えたいと思います。シティーズスカイライン13回目はここまでとします。